お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのロイジェデッキね使っていきたいなと思います。今ですねもう最強ですね、ロイジェがクラロワで、クラロワってこういろんなやっぱカードがあって、これはこれに強かったり、このデッキ強いけどあれが結構きついよねとかがあるんですけど、で今シーズンあれ強くねとか、ラバー環境とかいろいろ環境ありますけど、今圧倒的ロイジェですね。それを証明するのが世界1位、世界2位、世界3位がロイジャイと。そして、1個エリゴレで、世界5位も、ロイジャイと。いうところで、これエレキの枠が、スケドラね、スケドラの方もあるんですけど、今ちょっとエレキ型がね、流行ってきてます。というわけで、このエレキ型のね、もう、みんなこれって言われてるロイジャイを使っていきたいなと思います。しかも、スケヒースピっていう、この高回転、かつ、何にでも対応できるっていう部分で、すごいですね。弱点何なのってなっちゃうっすもん。マジで。さあ、今回相手はラバですね。で、ラバにも、ハンターが2周もあるのと、ファイボでね、攻撃をパパッと対応もできるので、ちょっと一回待ちたいですね。で、ロイ逆サイ攻めてもいいんですけど、相手のユニットがわかんないので、ここ一回溶かしてからのファイボ防衛したいですね。うい。さあ、ファイボ防衛しつつ、ヒルスピー、俺のヒルスピーどっか行っちゃったんすけど、まあ耐えますね。さあ、今回、ラバクロですね。というわけで、ベビーランバーの他のユニットが分かれば攻めたいですね。ババとかいんのかな？あ、でもコウモリだ。ってことは、スケアミか？多分、ロイ出すとスケアミが来ると思うので、それをタルババで突破できたらいいなと思うんですけど、さあ、来い。ババだったらドンマイ。スケドラだ。わあ、それもあったんですね。今回は、知らなかったので、一回ね。さあ、スケドラ、ベビー、ランバー、コウモリですね。ホバがいないのか。前までホバだった枠に、スケドラ。で、この、ラバに対して、この、端前トリトンとかが強いんですね。ケツラバーと合わさった時に、このトリトン、プラススケをすることによって、これ非常に無視しにくいんですよ、そう。で、無視してもいいけど、無視したら結構ダメージ入るよねっていうので、今のトリトン単体じゃなくて、ナイトとかでもですね、どんなデッキ使ってても、ラバで出た瞬間に一体ね、逆線に飛ばすのがめっちゃいいです。あんま教えたくないんですけど、ね、ちょっと教えちゃいますね。で、これはちょっと、うわ、すげえな。これなんなら？いや、耐えれねえんだ。ちょっと待って。思って、トリトン、お前引っ張ったのに全然足引っ張ってるやんけ。え、待って、そんな簡単に乗れる。これ、スキアミ来ますね。ファイボと、スキアミ。で、耐える？お、来た！お、逆、一本、ちょっとね、え？みたいな感じで折れちゃったんで、一旦一本折りたいですね。一本？これ、トリトンで攻めますか。で、ラバ来た瞬間に攻めるか悩むんですね。ランバーで防衛をしてこない。一旦ここは行くでしょう。で、攻める。タルババ構える。持ってけ。オッケー、持ってけば、あとはランバーとベビなので、ランバーをトリトンで引っ張ってあげて。オッケー。で、ファイボ打って。オッケー。いや、耐えれますね。オッケー、耐えれる。うーし、ナイス、いいね。で、これをつけたいですね。残ってるので、矢の雨系がないのかな、相手。さあ、いいヒルスピ。で、ファイボム打つ。で、タルババは一回待っていいですね。読みで転がして変にカウンター来るのが怖いので。で、なんならハンター優秀か。で、一応真ん中のごちゃごちゃクローン警戒しつつ、これロイ出せばもうね、相手はもう、いいですね。よいしょ。で、ヒルスピで回復して、フィニッシュという感じですね。危ねえ。ちょっと事故ってましたね、最初。ランバートリトンで引っ張ったんですけど、ちょっとタワー付近すぎて、ランバがずっとタワー殴ってね、削られてたんですけど、こうやっぱ万能ですね。ほんとエレキとハンターだけじゃんってなるんですけど、いや、エレキとハンターいるから、そら十分っていう考えですね。で、高回転、スケヒースピー、ファイボとかでもまた回るので、いや、強いんですよね、これ。マジで。じゃあ弱点何なのってなった時に、ファイボタルババとか、ファイボウッドとかのスペルが、このロイジェだとメインなので、基本的には、アイスウィズとか、
なんかまあ施設プラスの遠距離ユニットとかされると結構突破がむずい気がしますが、がですね、まあペッカとかにはもう鬼強いですね。これ陸系非常に多いですからね。またババコヤとかかな。まあ施設系がきついと思いますね。まあまあまあ、それもなんか結類からの2周目始まりロイジェとか、まあなんかね、ファイブを施設に打ったりだとか、紙、なんかヒースピをね、いい感じにして、だからヒースピがあることによって、やっぱこう、なんでもなんか、可能性が生まれちゃうんですね、勝てる。そう、ヒースピが強いですね。よいしょ。まあ僕はすごい使うんで全然いいんですけどね。さあ今回相手は、ミニペハンターですね。なんでしょうか。で、ミニペ咲いたので、これロイっていい気がするんですけどね。普通ロイの弱点はミニペ。まあなんですけど、一旦待ってもいいですね。というわけで落ち着きたいと思います。一回ね、ちょっとだけ、まだ待ちます。別にアド取られてるわけでもないし、絶対ユニット咲かないといけない理由もないですし、ちょっと待ってね。いつ攻めようかなと様子見つつ、ハン、さあ、いきます。エレキが残ってます。で、トリトンでなんか引っ張ります。スパーキーだった。あ、待って。引っ張れ。やべえ、これ。ちょっと待って。あ、でも、エレキがもう回りますね、次。なので、エレキで踏みたいが、この前に何か来ると、ちょっと嫌っていう。で、ワンチャンスケ読みの、スケへのザップとか来たらうまいですね。エレキ構えて。よいしょ。あ、待って。なんで、なんで、なんで。疑惑、疑惑、疑惑、疑惑。疑惑、疑惑。いて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 。今、ちょっと0時で走っちゃった。これはね、気をつけたいですね。で、スパーキー出されるのが嫌。スパーキーミニペだった。これあれか？ケツスパですね、もう一回。で、一回、ここはエレキからの2周目エレキ回したいですね。で、ファイブもちょっと構えつつの、よいしょ、さあ。で、よいしょ、うい。で、ちょっとヒルスピに打ってほしいな。ヒルスピに一回打って、エレキがオッケーオッケー。で、これロイできれば理想ですね。相手ザップ使った。で、スパーキーが来るかな。多分ミニペじゃなくスパーキー。いや、ミニペでした。ごめんなさい。トリトンで引っ張りたい。一回いいな。一回落ち着いて、耐える。ファイブ圏内にもうちょっとになる。あ、待って。勝手に突破した。そんな？ロッキー、来た。この光栄がね。光栄が頑張ってくれましたね。という感じで、一回な事故ったというか、レイジで入っちゃったのがちょっと辛いですね。エレキ構えてたのに。構えてたのに間に合わなかったですからね。まあ、そういうこともね。ありますよというところでいい感じですね。この前までずっとスケドラだった枠が、まあ、エレキになったことによってインドラだったりだとか、まあ、スパーキーだったり、まあ、そういったものにねすごいこう勝ちやすくなりましたね。だから僕もスケドラ型も使ってましたしエレキ型もまあ使ってるんですけども圧倒的にエレキの方がまあ使いやすいって、まあ、個人的にありますね。なんかスケドラプラスヒースピーがやっぱこう事故を起こしやすいっていうのは、ま、すごいあるんですけども、おぉ一回スパーキー。待ってきましたね。さあ、というわけで、一回攻めちゃっていい気がしますね、これ。で、一旦無視の、まあ、おぉやばいやばい、待って。エリゴレスパーキー。やべえ、やべえ、やべえ、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って。ボケ、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 ボケ。これやべえっすな。待って、待って。これどうする？まあ、一旦折ってもらっていいか。一旦折ってもらっていいんだけど、折ってもらってもいいんだけど、まあ、僕も1本折ってるんでね、これ。で、なんならエリアードが降ってきてるだけなので、よし、11交換からの、今攻めちゃいていいな。一回行っていいのかな？いや、これキングか。さては、これスパーキー行きからの、エリゴレ、うわ、来た。エリゴレ、プリンス、ちょっと待って待って、やべえ、これ。さて、やばいですね。多分、守れるな。エレキで踏みたいんだけど、プリンスがね、すごい嫌ですね。嫌。さすがに嫌ですね。まあまあまあ、全然ありますね。とりあえず踏みますね。踏むんですけど、横にプリンスとか出てくるので、うん、そうですね。うわ、お前ほど引っ張るんか、お前。そっちかい。ちょっと待って待って。それはびっくり。なんなら、なんなりやはん、いや、強い。いや、もうね、この万能、スケヒースピの万能感がいいですね。ちょっと待ってよ。みんな、落ち着け、相手エリゴレなんで、こう油断できないですからね。こっからワンパンできるのがエリゴレの力ね。マジで。最後まで諦めないでという。さあ、一旦落とします。一旦落として、ライドラ来るか。
このライドラちょっと壊したいですね。壊したい。ライドラを壊したい。ちょっとサイコパスみたいな感じになっちゃったんですけど。あー、オッケー。さすがに相手も、もうね、間に合いませんと。あぶねー。なんだこのデッキ。ちょっと待って、やばくない？何がいるんだろうね、あと。ちょっと気になっちゃいますよね。エリゴレ、プリンス、ライドラ、ウィザード、あ、これあれだ。クララ TV になんか映ってましたよね。これだ。まあ、人は違うものの、この超ゴリ押しね。なんか形組んだら本当一体どうやって止めんだデッキがいますね。あぶね、まあ、勝てたので、まあ、正直ね、全然いいですね。てか、ハンターですね。ハンターが、こう、エリゴレとか、まあ、なんでも、火力が言ったらペッカと一緒なんですね。弾が全部当たれば、そう、ペッカと一緒だったと思います。なので、まあ、そう考えると、4コスで、常にペッカの働きをできる、そして対空にも対応できるって考えたときに、なんか、もしかしたら火砲を着てもいいんじゃないかっていうのは思いますね。まあ、今の環境、こう、三重子だったり、まあ、バルーンだったり、まあ、ロイジャイとか、あとはなんか、ホグとか、まあ、なんかいろんなデッキに、すごいハンターが入ってる印象があるので、まあ、もしかしたらね、今後ハンターのね、火砲も、まあ、ありそうですけどね、全然。てかもう、してしてっていうぐらいちょっと強いですよね。さあ、今回相手はペッカタンかな。ペッカタンにはね、めっちゃ相性いいですね、これ。マジで、陸が、相手のペッカとかも全部トリトンで引っ張って、まあ、なんだろうね。なんでも守れちゃうんですよ。陸が多すぎて。スキルとかハンターとか。まあ、とか言ってる時ほど、僕よくね、いつも負けるんでね。なんか、これはまずさすがに負けないんすよって言って、いつも負けるんですよ。しかも、4試合目とか3試合目とか、動画の最後にそれがよくあるので、ちょっと今日は勝ちたいですね。ロイジェイ出して、ペッカをトリトンで引っ張れたら、もうね、勝ち。だと思うんですけど、8枚ペッカとかされると、ちょっと怖いですね。今、エレキもハンターも咲いたので、この瞬間に小ジョババを、そう、出してきたら、ちょっとだるいなと思ったんですけども。そうそうそう。いや、これヒースピで、いて、大事にしたいですね。エレキ、トリトン、ハンターを適当に出すと、小ジョババがね、ぶっ刺さっちゃいますよと。やべえな、負けそうだな。ちょっと待って、本当に負けそうなんだけど、やだ。こっからですね、このいうのちょっとまあ受けていいか、許容してからでもよかったんですけど、相手ケツペしてこないのかな。一回ケツペからのフルカウンターゲーミングもあると思うんですけど、おい、すごいおしゃれですね相手。さあ一回耐えるで、なんなら攻めてもいいんですけど、端前ペッカーこれさすがに来ねえよなと思いながら来ちゃった。ちょっと待って、これ何引っ張った、お前。ああ、お前そっちか。何引っ張ったかわかんねえ。これ見したい。待って、マジで負ける、本当にいつもそれ、負けんって言った時ほど負ける。ちょっと待って、ふう、危ねえ。端前ペッカマジで怖いですね、これ。どうしようかな。エレキ端ペはトリトンで引っ張る。よいしょ。あべ。あるぞ。イニータ、オッケー、イニータ。これ逆最強でいいな。逆最強で、絶対。で、これで、ペッカ来い。引っ張りたい。引っ張りハンティング。飛ばせ。引っ張っても、待って、いいよ。はい、一気にダメージ追いつく。で、エレキがあるので耐えれると。あ、引っ張っちゃう、お前。お前引っ張っちゃえ、マジで。ナイス。なんならこっちは気持ち共有できる。で、これで、オッケー、ロイで、ペッカ来て、トリトンで引っ張り。いや、来ないんだ。あー、うめえな。ちゃんと分かってますね、相手も。絶対引っ張られるから、っていうので、ユニットで毎回守ってますね。うわー、うめえな、そのペッカは。さすがに。さすがによくできてますよ、相手さんも。どっちかに来るんですよね。よし。耐えない。待って、今の打ったらダメ。やべ、待って。はい。うんげ。来た、引っ張り。待って、めっちゃいい歴。これ耐える。ザップ。いや、俺の方が早い。待って、お願い。映る。ああ、待って、負けた。ファイボ。2色勝ち。
うわー、出たっすよこれ。勝てるって言って試合ほど負けるんすよね。でも今度からマジ一生勝てるって言わないっすわ。はい、気をつけますね。ちょっと、いや相手最後ザップな。マニー268足りますよね。あ、足りねえんだ。250しかねえんだな、ファイボ。いや、結局ね、負けてましたね。はい。というわけで、ちょっとね、今度から気をつけたいなと思います。というわけで、よければチャンネル登録とね、高評価とコメントの方も、ぜひよろしくお願いします。それでは、おります。また、ご視聴よろしくお願いします。お疲れちゃんでした。